8番人気、1番セイウンスカイ。ちょっと厳しいメンバーですが、健闘を期待したいですね。5番ミホノブルー、9番人気です。ちょっと厳しいメンバーですが、健闘を期待したいですね。次へとつなぐ大事な一戦、ウマ娘たちが全身全霊をかけて臨みます。現在1番人気はグランプリウマ娘藤奇跡、2番人気を紹介しましょう。2冠ウマ娘ウォッカ、注目の3冠ウマ娘1番セイウンスカイ、1枠1番での出走。気合十分、いい顔してますね。各ウマ娘ゲートに入って体勢整いました。スタート。各ウマ娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。期待通りの結果を出せるか。1番人気藤奇跡、ミホノブルボ、快調に飛ばしていきます。先頭はミホノブルボ。最高の瞬間、みんなに届けちゃう。チャクラ爆心続いている。早くも激しい競り合い。その内並んでスマートファルコン、4番手6番セイウンスカイ、あとは1番セイウンスカイ、1馬身離れて藤奇跡。さらに糖度上昇開始。1馬身離れてナイスネイチャー、その後からグラスバンダー。勢いよと先頭を行きます。桜爆心号、どうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。息を入れるタイミングがあればいいですが。大欅を越え4コーナーへ。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。藤奇跡まだ抑えたままだ。集団が一つにまとまって混戦状態です。これだけ密集していると紛れがありそうですね。ミホノブルボ、ここで抜け出した。さあそこから先頭を疑うのは桜爆心号。最終コーナー最初に駆け抜けてきたのはミホノブルボ。残り400、逃げるミホノブルボ。先頭は2人の一騎打ち、ミホノブルボ。足色は衰えない。200を通過、先頭桜爆心号。しかしその差はわずか。3番手争いはウォッカー、グラスワンダー、この同時にゴールイン。ミホノブルボン、わずかに体勢有利か。勝ったのはミホノブルボン。ライバルに打ち勝ち、見事大きな一勝を手にしました。2着桜爆心号、3着はウォッカ。速度の最適化に成功、完璧な勝利完了です。